皆さんこんにちは本日は2024年の行政書士試験合格を目指す合格後の取説の基本テキストと問題集の魅力を伝えていきたいと思います担当しますのは執筆者の野畑ですよろしくお願いしますはい。ということで今回この動画を見ていらっしゃるということは行政書士試験に興味があるですとか実際こう勉強しようとも考えている方だと思います でそういう方々がまず最初に悩んでしまうのがどのテキストを使って勉強しよううかだと思うんですねで実際に本屋さんに行ってもネットショップ見ても行政書士試験対策本っていっぱいあるんですよ。なので、まあ、何を選んだらいいか分からないってい方向けに今回10分ほどですけども取のこれを聞いて「あっこれを聞いいなこれを使って勉強しようかな」と思っていただけたらぜひ購入していただいて合格を目指して頑張っていただければと思います。 ででは早速ですけども取説の説明をしていいきたいと思います。は2冊ありましてで青い表紙のテキストとあと緑の表紙の問題集がありますと。両方セットでね使っていただくことで効果をまあ発揮するという形なんですがまずはい基本テキストです。 で見てもらうと、初学者でもスラスラ読めますとかね、理解しやすいオールカラーとか、持ち運びに便利な五分冊セパレートって書いてますが、まずですね、私が執筆するときに一番意識したのが、初学者でも読めますってここです。もう少し具体的に言いますと、はい、テキストを作ったときのコンセプトが、読学者ファーストです。はい。で、まず、 テキストを使って勉強する方にとって一番厄介なのがテキストの書いてあることが分からないから苦痛だと。で苦痛だから読み進めることができなくてだから本試験まで受けない。挫折することなんですよあの。まずちゃんと本が読み進められないと勉強進みませんからまず考えたのがとにかく分かりやすい法律のほの字も知らない方が見ても分かるように分かりやすく書いてます。で、分かりやすく書いてあるからこそ 無理なく読み進めることができますよねただ分かりやすく書くで無理なく読み進められることをコンセプトにすることとあと合格レベルの知識身につけるってこれなかなかか難しいんですよ、はい、やっぱ分かりやすく書いてあっても無理なく読めていてもそのテキストの内容が薄かったら合格レベルの知識身に入りませんからそれではダメだとだ。両立することが非常に難しいんですがあの取リセツは両立を違います。はい わかりやすくて、無理なく読み進めることができて、合格レベルの知識も身につけられますと。この三点ね、こう頑張ってこだわって作りました。はい、まず、ここですね。特徴。はい。で、あとは、まあ、オールカラーの話とかはね、後でテキストの中身確認しますけども。この書籍購入者限定特典、これもこだわりました。 まあ、なかなかあの普段予備校を使って授業を聞けないっていう方も多いと思うのでこの「取説テキスト」を購入してもらった方限定であの無料の講義動画をつけてます。はいまあ、これは絶対理解ししししててててほほいいい覚えてほしいテーマを絞って、えー、授業をしてます、はい、ですので、えー、っと普段はテキストを見て問題集でて学んでいただきでその中で講義動画も確認してさらに理解を深めていくと。 いうことができますのでこの講義動画ぜひね全編四十回分ありますからこちらを合わせて聞いていただきたいと思いますはいじゃあ具体的に少しね取説のテキストの中身見ていきましょうか今これ民法という科目の一部分出したんですけどもまず各項目のスタート地点には重要度って入れてますやはりこうよく出るテーマとそうでもないテーマがあるので あのまず重要度が A と B のところはよく出ますからそこを中心に勉強してもらう。で C に関してはもう最悪時間なかったら飛ばしてもらうという形でメリハリつけて勉強できるようにランク付けをしてます。あと各項目の内容が分からないと勉強できないと思うので例えば法律用語で「担保物件」って書いてますけどこの意味としては何ですかと。 銀行がお金を貸すときにやっぱり相手がねお金返してくんないことが怖いですからだから銀行としてはあなたがお金返せなかったらあなたが持っている土地を売っ払ってで現金貸してそこから回収しますよっていうことにしておけば銀行も安心してお金を貸せますよね、まあ、これを担保物件と言いますとまず難しい法律用語をかみ砕いて説明してますでそれを元にいろいろ話が進んでいくわけですが ちょっと、ね、分かりやすいページを出しておきましょうか例えば、まあ、これ「仏上大」って項目なんですけどもなかなかこう文書でイメージがつきにくいので例えば仏上題ってこうういいっったものですすよってて図解つけてます、はい、これは実際私が授業の時にこう版書するものですよねあのホワイトボードに書くものです実際に書いたものをイメージしてこういったところにあげてます なので文章だけだと理解しにくくてもこういったイメージがあると理解してやすいこともありますねはい。まずこういった視覚的に分かりやすいことを目指しましたうん。で視覚的に理解した上でじゃあ何を覚えなきゃいけないのかについてはこれ一部が赤くなってますがこれ赤シートで消せますで赤シートを乗っけてでできるとかできないとか色にしておけばこのテーマに関しては問題解けたりするわけですよ で、さらに、まあ、客中のところに、こう、ズバッと解説って言って、なんでそういう結論になるんですかねっていう。できる、できないってなんでそうなるんですかねみたいな理由づけを書いてます。だから、ただ単純によくわかんないけど暗記するんじゃなくて、理由はこうだから、それをもとに暗記してね、という形で、このテキストを見るだけで、理解もできるし、暗記もできるという形です。はい。あとは、 各項目のラストぐらいには実際に過去に問われた試験問題、過去問載っけてますので、この過去問チャレンジを見ていただくことによって、これまで勉強した知識の確認ができますよという形、だ基本テキストで完結できるにしてます。はい。そういった形であのこのテキストを構成しています。で、もう一つ問題集があるんですが、問題集に関しては、こちらをご覧ください。 問題集ですで問題集に関してはまあ左ページが問題で右ページが解説になっていることが多いんですがこれもこだわったんですよ。例えばこれ問題1番の、まあ、選択肢1番とあります。この1番の解説が当然右に載っているわけですけどもこの横のところにこの1番の内容は テキストの16ページに書いてますよ。そこで勉強してますよ。2番の問題の内容はテキスト17ページに書いてますよ。はい。4番の内容はテキスト31ページに書いてますよ。みたいな形で、まあ、普段はテキストを使って勉強するわけですから、そのテキストのどこに書いてあるかを明確にします。ね、選択肢一つ一つです。はい。なので、 理想的な勉強法としては、まず、取説のテキストで勉強して、で、ある程度身についたと思ったら問題に入って、で、問題解いて、まあ、解説を見て、で、あと、普段使ってる基本テキストにもう一回ページ戻って立ち返ると。はい。いう形で、まあ、知識を深めたりすることができますと。あの、こういったページ数書いてないと、自分でテキスト探して戻るのがめんどくさいんですよね。うん。 やっぱり普段使っているテキストの方で覚えてほしいことが多いので、まあ、テキストに戻ることができないと、やっぱり効果半減するんですよ。そうなってほしくないので、まあ、テキストのページも書いてますと。あの、これが基本問題集のこの基本テキストのダイレクトリンクってこれです。はい。ダイレクトリンクっていうのは一問一問ね、ちゃんとテキストに変えれるようにページ番号を振ってるって意味です。はい。で、今せっかく問題集の表紙写してるので、 こちら問題集に関してもしっかりと解説動画つけてます。なななかなかか問題の解き方っって学べなかったりしますよねつまりテキスト見て知識覚えてるんだけど頭に入ってるつもりだけど問題解けないとかねなんで解けないかなってことが出てくるので、まあ、ここはこうやって解くんですよこうやって考えてみるんですよってことをあの解説動画つけてます。 なので、まあ、解き方動画みたいなものをつけてますから本当に法律が初めてで、まあ、問題解くのも難しい方向けにこういったものをつけてますから本当に初学者の方安心してこのテキストと問題集使って勉強していただければと思います。あとはアプリですねアプリ。まあ、今こうスマホ使って普段生活している方が多いと思うので、まあ、移動中とかの空き時間で問題が確認できるようにアプリがついてます。 はい、これもうまく使っていただいて、隙間時間をね余すことなく勉強になってもらうということもできるわけですよ。はい、ということで、あの取説ができてから数年経ってますけども、毎年確実にアップデートします。ですから、このアプリとか無料動画をね。是非うまく活用して勉強していただけるといいかなと思っております。で、ここまで簡単ではありましたが、取説の魅力をお伝えさせていただきました。 でこの段階で取りつついいなと思ってもらった方は購入していただきたいんですけどもただ一番は実際手に取って中見てみて自分に合ってるかどうかだと思うのであのぜひ近くに書店さんがある方はその書店さんに行って現物を見てね、あの確かめてもらえるといいかなと思いますただ近くに本屋さんがない方もいらっしゃると思うのでその場合も多分ネットショッピングのページとかで何ページかは閲覧できると思うのでまあ、そういったものも活用してあいいなって思ってもらって でそこから購入にしていただける方があの安心して勉強できると思うのでぜひそういったものも活用してください。はい、でこの他にもね取セについての動画って上げていく予定なので、えー、ぜひこちらも参考にしてください。では本日は以上です。お疲れ様でした。